酸素が平地の3分の1ほどしかなくデスゾーン死の領域と呼ばれる標高8 0 0 0ル以上の世界のことだ地球上には8 0 0 0ル超の山が14座あり前山の頂上サミットに立った人物はフォーティンサミッターと称えられる日本人で唯一その異名を成した登山家竹内弘隆さんによれば 常人がが踏み入ることができない高所は、自分がいかに進化できるかを試す場だという写真家小林棋生さんの著書内でインタビューに答えている頂上は到達点でも折り返し点でもなく通過点であるとも将棋界の8つの頂が若き天才によって独占された振り返れば 2018年7月時点では八大タイトルを8人で分け合う群雄割拠だった藤井聡太八冠21歳は当時プロ入り3年目の高校1年生2020年7月に棋聖戦を制して初退官してからわずか3年での天下統一である師匠の杉本昌隆八段が 我々がどれだけ努力してもたどり着かない領域に入ったと驚嘆していたが誇張ではあるまいまだまだ伸びしろや改善の余地は多い面白い将棋を指すことが一番の目標と語る若者は前人未到の領域でどこまで進化するのだろうか。